何を使って絵本を包みますかいらっしゃいませこの絵本をください贈り物なので綺麗に包んでくれませんかはい包む紙は2種類ありますこちらの船の絵と花の絵とどちらがいいでしょうか船の絵がいいですリボンもつけてくださいはい 細いのと太いのがありますがどちらにしますかそうですね細いのにしますわかりましたでは少しお待ちください店の人は何を使って絵本を包みますか 2番先生の部屋で男の学生と先生が話しています男の学生はいつまでに本を返さなければなりませんか先生この本を借りてもいいですかいいですよいつまでに返さなければなりませんかえっと今日は7日ですね再来週の金曜日えっと 23日に授業で使いたいですから、授業の前の日までに返してください。はい。木曜日ですね。あ、すみません。その前の日までにお願いします。再来週の木曜日は学校に来ません。はい。わかりました。男の学生は、 いつまでに本を返さなければなりませんか。三番。日本語学校で先生が話しています。留学生は小学校に何を持っていかなければなりませんか。えー、来週南小学校へ行って折り紙を子どたちに習いますね。 皆さんは自分の国について写真を見せながら話しますね。写真を忘れないようにしてください。あ、折り紙は小学校にあるものを使います。それから、小学校の建物に入るときには、靴を脱がなければなりませんから、スリッパを持って行ってください。お昼ご飯は必要ありません。小学校が準備してくれます。 留学生は小学校に何を持っていかなければなりませんか？4番。日本語学校で事務所の人と男の学生が話しています。男の学生は何を書きますか？キムさんこんにちは。どうしましたか？ あの先週引っ越しをしたんですがそうですかじゃあこの紙に名前と新しい住所と電話番号を書いてくださいはいあの電話番号も書かなければなりませんか変わったのは住所だけですじゃあ電話番号はいいですそれからクラスは来週新しいクラスに変わりますから書かないでくださいはい。 男の学生は何を書きますか五番会社で女の人と男の人が電話で話しています女の人はどこから資料を持っていきますかはい、鈴木ですあ、もしもし、木村だけど、ごめん 急いで会議室まで資料を持ってきてもらえる机の引き出しはいえっと多分引き出しの下から二番目に入っていると思う茶色い封筒に入っているからすぐわかると思うよはいわかりました下から二番目ですねあごめんそのもう一つ上だはい急いで持っていきます下で女の人と男の人が 電話で話しています女の人はどこから資料を持っていきますかでは何を書きますか5番会社で 女の人と男の人が電話で話しています女の人はどこから資料を持って行きますかはい鈴木ですあもしもし木村だけどごめん急いで会議室まで資料を持ってきてもらえるはい僕の机の引き出しに入っているんだはいえーっと たぶん引き出しの下から二番目に入っていると思う。茶色い封筒に入っているからすぐわかると思うよ。はい、わかりました。下から二番目ですね。あ、ごめん。そのもう一つ上だ。はい、急いで持っていきます。女の人はどこから資料を持っていきますか。 6番コンビニで男の店員と女の店員が話しています女の店員はこれから何をしなければなりませんか田中さんご苦労様田中さんの仕事は3時までだからそろそろ終わりだね店の中の掃除は終わったはい店の前は昼に掃除したからまだ綺麗だね じゃあ最後にゴミ箱のゴミを店の裏に持って行って、ゴミを置いておくところはわかる？はい。あのすみません、まだ窓の掃除が終わっていないんです。それは僕がやるからいいよ。じゃあ今頼んだことをやってから帰ってね。はい。女の店員はこれから。 何をしなければなりませんか七番大学で先生が話していますこのクラスの留学生はどこでテキストを買いますかこの授業では日本語一というテキストを使います駅前の本屋や大学の中の本屋などには売っていませんから 私が皆さんのテキストを頼んでおきます。来週の授業の前に事務所でお金を払ってテキストをもらってください。今、食堂の前でも日本語のテキストを売っていますけれど、この授業で使うものはありません。似ている名前のテキストがありますから間違えないようにしてください。 このクラスの留学生は。どこでテキストを買いますか。八番。町の体育館で。男の人と。受付の人が話しています。男の人は。来週の日曜日。体育館に。何を持ってこなければなりませんか。すみません。 来週の日曜日、体育館で卓球がしたいんですが。はい。卓球は、一人2時間300円ですが、何時間しますか ?2 時間です。では、こちらに名前と利用時間のところに、2時間と書いてください。あの、お金は今日払いますかあ、利用するとき、お願いします。はい。それから、卓球をするとき、 体育館で履く靴が必要です。卓球の道具はこちらにありますので、自由に使ってください。はい、ありがとうございます。男の人は来週の日曜日、体育館に何を持ってこなければなりませんかはい、皆さん、エトディアタリー。 ...untuk audio soal latihan listening JLPT N4-nya. Sekarang kita sama-sama bahas ya, Minasang, untuk jawaban yang tepat. Hai Minasang, itu dia tadi um, audio untuk contoh soal listening JLPT N4. Nah, untuk pembahasannya... Kami akan bahas di video berikutnya Nah untuk Minasang nih yang sedang berlatih listening CLPTN 4 Bisa menulis jawabannya Minasang di kolom komentar di bawah ya Oke nanti cek jawabannya di video yang berikutnya ya Minasang Sore Dewa Minasang Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Minasang Matai Masyo.